どうも、横浜朝日です。今回は高速で横浜の各区の偏見あるあるまとめてきました。いきなりのパート2。もうこの企画ね、大好きなんでね。今回はもう皆さんの意見オンリーで作りました。こちらも賛否両論あるかと思いますので、コメント欄でじゃんじゃん叩いてください。早速やっていきましょう。栄区あるある。栄えてない。栄えるって字書いてんのに全然栄えてない。栄えてない区に変更した方がいいかもしれん。栄区、どこ？おい、怒られるぞ。栄区は大船に属してるところだよ。南区のあるある。南区高齢者、南区露出狂がいる。いそう。もう夜中にすれ違う人の10人に1人くらいそうなんじゃないかなって思っちゃうよね。まあ一応犯罪ですからね。南区の露出狂の方、この動画見たらぜひ気をつけてください。旭区のあるある。旭区なんもない。旭区住んでみたけど坂ばっか。旭区泉区なんもない。いやもう泉区を巻き込むな。泉区いっぱいいいところあるだろう。都会だし。泉区のあるある。ほら泉区のあるあるも来てるよ。泉区は畑が多い。畑なんですわ。ビールより畑。泉区いつも忘れられる。18区行ってみてって言われて、んとまあ中区でしょ、西区、神奈川区、港北区、南区、何区、あれ17個行ったけどあと1つ区行ってないな。いや全部行ったと思うけどね。いやもう泉区忘れるな。ああ戸塚の方でしょ。泉区に絶対ちょっとイラッとしてる。もう戸塚と一緒にするなよみたいな。泉区って横浜なん？藤沢だと思ってた。シンプル屈辱。西区のあるある。西区 S ランク。ガチャだったら SSR ですね。ガチャこう引いて頼む西区来てくれ、西区来てくれ、うわ磯国やーみたいな。横浜ソシャゲだったらこういうのありそう。西区富豪。あわかるわかる。うん、これターマンあるしね。西区の中学校意外とちっちゃい。うわ絶対嫌だ。もう狭い校舎で何して遊ぶん？キックベースとかめちゃくちゃやりたいでしょ。校庭なかったり小さかったりね。小中高は伸び伸びと遊べる環境がいいわ。中区西区以外横浜って思われてなさそう。そりゃあそう。中区のあるある。中区県外の人が想像する横浜、定番ですね。中区月とすっぽん、陽の港未来、陰の伊勢崎町とかそういう言い方すんな。もうどっちもあるのが横浜なんですよ。中区は高飛車金持ちが多い。もう絶対そう。もうはい中区ですけどみたいな絶対鼻につく顔してる。京都と中区の人は多分性格悪い人多めです。中区酔っ払いの集まり。もうそうだね、これあるあるだね。野毛から来たおじさんが港未来にまで迷い込んで大桟橋で空き缶蹴ってたことあるからね。何回も蹴ってたから。綺麗な景観に歯のないおじちゃんですごいカオスだった。瀬谷区のあるある。瀬谷区横浜のチベット。はい正解、大和市瀬谷区。横浜の端にあるく大体横浜と思われてない説。まあ大和でいいでしょう。金沢区のあるある。金沢区田舎。まあ田舎の印象はありますね。ただ下町感というか落ち着いてる感というか好きですね。海から近いから気持ちもいいし。神奈川区のあるある。名前的に都会だけどめっちゃ田舎多い。もうそうなんだよ。代表的な区です感出してるけど、もう近くに横浜駅なかったら保土ヶ谷区ぐらいのポジションだからね。まあ、神奈川区在住なんてもっと栄えてほしい。神奈川とついているが認知度が低い。神奈川駅なんていい例よ。しょぼすぎる。神奈川区、神奈川背負っていると思われる。みんなその自覚あるんかね。もう全然すごくない区です。青葉区のあるある。青葉区お金持ち。青葉区はお金持ちの印象ありますね。まあ、イメージ通りどっちも多そう。あとは TikTok 強豪校の他の高校があるのも魅力ですよね。もうヤリラピー下着ユニバと、もう僕が応援してる高校の一つです。ということで横浜の各区のあるあるパート2の前編でした。後編も楽しみに待っててください。ご視聴ありがとうございました。